フランスで新年を祝うために食べられる伝統菓子ガレット・デ・ロワを紹介するイベントが開かれ、ラグビー日本代表の選手がガレット大使に選ばれました。東京港区のフランス大使公邸で開かれたイベントには、ラグビー日本代表でフランスで練習した経験がある大野仁選手も参加し、ガレット大使に任命されました。ガレット・デ・ロワはアーモンドの生地をパイで包んだ焼き菓子です。ガレットの中には人形などをかたどった小さな陶器が入っていて、これを引き当てた人がその年の幸運を手にするという習わしがあります。全国のパティシエがオリジナルのガレットを競うコンテストも開かれ、参加者はガレットに舌鼓を打ちながら今年の運を占いました。